みほとけチャンネル。クーヤ商人ファンクラブ公式サポーターのみほとけです。ナム六原蜜寺に来ました。六原蜜寺とは京都の鴨川の東側に位置する平安時代中期にできたお寺です。歴史がしっかりあることで中にはお寺や仏像見どころがたくさんなんです。クーヤ商人という教科書にも出てくるあの仏像のあの方が作ったお寺です。今年が空也上人の没後1050年ということで、東京の国立博物館で空也上人と六原蜜寺という展覧会を行っているんですけれども、その際に発足した空也上人ファンクラブの公式サポーターであるみほとけは実際に六原蜜寺に行ってご住職と特別に2人で対談させていただきました。これを見たら六原蜜寺に行きたくなる、空也上人に会いたくなる、いろんなお話を聞いてきました。超貴重です。観音様にもありがとうございます。空也上人にもありがとうございます。ご覧ください。どうぞ。ナムそれは君が見た光、うまい見た希望線、それは触れ合いの心、幸せの青い雲、星雲ということです。ということで始まりました、はい、ということで今日はみほとけチャンネルに六原蜜寺の川崎准将三首に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、六原蜜寺のこと、空也上人のこと、そして川崎住職、ご自身のことを今日はお伺いしたいと思います。はい、わかりました。お願いします。はい、遡ること1070年前、951年頃に天下大駅寺と書いてあるんです。駅は駅道の駅ね。駅道、はい。で、天下大駅ですから、まあ今のコロナ禍のように京都の人が疫病に苦しまれた。で、なんとね、町中に亡くなった方の遺体があって、住宅地からね、病人のうんと苦しんでる声が聞こえたと、はい、まあ地獄絵図ですね。で、そんな惨状を耳にされた時の天皇であります村上天皇が空也上人にお呼びになって、なんとかこの病を鎮められないかと。で、空也上人はすぐ町に出て病人の解放をされて、で、十一面観世音菩薩を建立を発願されて、はい、で、自分はもう本当自分自身が病気になるかもしれないし、それから月従うものと書いてありますから、まあ言うと今で言うとボランティア的なですね、はい、お手伝いいただいた方と共に町々を巡られて、で、大木茶という梅干しと結び昆布の入った薬湯を差し上げたり、それから念仏をされて、はい、病気の平癒を祈られた。それと、まあ、非常に科学的なっていうか、はい、まあ考え方って言いますかね、井戸掘ってらっしゃる。それすごいんですよねって思います。あの井戸っていうのは本当生命線でね、はい、で、井戸あちこち掘られて、その井戸の名前を空也というみんな名前をねつけて、で、空也さんの井戸、空也さんいっぱいあった。で、古い井戸をどんどん閉じていって、はい、で、新しい井戸を使いなさい、うん、まあこれはあの考えて分かる通り、うん、井戸から感染してしまうから、そうですね、元気なもんはこっちを使いなさい。で、もう一つはね、はい、仮装。仮装今はね、もう自動的にみんな仮装になってしまいますけど、はい、当時はほとんどね、自然葬というの、亡くなった方のご遺体を墓場へこう運んでね、土に埋めるだけってことですか。それもしない、埋めない。あ、埋めもしないんですね。うん、そっと置いてあったみたいな。へえ。それをほら、野犬がこうね、ちょっと怖いけど、はい、食べたりして、はい、また病気が広がっていくと、はい、で、そんな中で空也上人は仮装を進めて、ご遺体のみならず、持ってらしたものも全て燃やしてしまいます、はい、まあ、そういうことをされて、どんどんとこう病が沈静化していったんですね、はい、で、喜ばれた村上天皇は、空也上人が作られた観音様をご本尊として、はい、お寺を作ろうというので、できたのが六原蜜寺です。できた頃は西光寺と言いまして、名前は違うんですが、六原蜜寺という名前の後は2代目の中心という方が名前を変えられた。で、まあ六原蜜寺というのは悟りに至る6つの修行を表すことで、はい、まさに空也上人が実践をされた、はい、まあ、そんなこともあって六原蜜寺という名前がついた、はい、なるほど。
でそれから寺は当時陛下から広い敷地を頂戴して、四条通りから七条通り、はい、それから東王子から鴨川、四条通りから七条通りってすごい広いですよね、うん、計算してみたら、はい、でしたら大体ね東京ドーム22個分でかという広さ。22個ですか、うん、そこへね236の建物が建って、はい、当時はすごい京都の東を占める大寺院であったわけです。いやもう東の土地ほとんど六原三次ってことですよね、うん、当時は鴨川こっちがね、うん、で後に九重城に亡くなった後に、まあ、念仏は念仏として残っていくんですが、平家がやってきた、はい、で平家がやってきて、平家がこう行くのにたくさんの軍勢連れてきてね、伊勢から。今みたいに駅前にホテルもないし、そうですね、泊まるとこない、駅前があんまないけど、ね、そういう時って大概お寺借りたりしてこうちょっと、ね、はい、で六原三次はその清盛さんのおじいさんお父さんの代からいろいろと、まあ、ちょっとお世話になってることもあって、はい、これは戦略的にお世話をしてたのかなとも思うねんけれど、はい、で平家にちょっと場所を貸した。でそれが後に平家の六原の館となった。で清盛さんのことをね、みんな六原殿と言われたんですね。へえ、うん、あ、清盛さんも六原殿。そうそう。へえ。それでまあ平家の世は終わって、はい、今大河ドラマでね鎌倉殿やってますが、鎌倉時代には六原丹大が、はい、まあ、丹大っていうのはあの京都を監視する役所みたいな。まあ、そうしながらお寺はあのどんどん小さくなってて、逆に、なるほど、取られて場所が平家に貸したらそのまま平家のものになっちゃって、うんうん、そうそう、で六原丹大ができたもんで、うん、まだお寺自体の敷地はちょっとずつ小さくなって、うん、はい、それから応仁の乱と明治の廃仏毀釈で、はい、チューンと小さく、いやでもあの応仁の乱通って普通に一昨日ぐらいのこと言うね。京都の方あれですよ、先の戦ではな言うたら応仁の乱、いや、そんな応仁の乱で、うん、じゃあもう焼けてしまって、焼けてしまって今で言うと違法な占領にあって、はい、で選挙にあって、で明治の廃仏毀釈の時も今の敷地の10倍近くあったんです。でご存じの、まあ、廃仏毀釈のお話をすると長くなっちゃうんであれですが、はい、お寺どんどんいじめられて、はい、あの境内史取られて、はい、ところがねここで奇跡が起こってるのは、はい、そのまだ今より10倍あった境内地の中に空也上人のあった空也堂があって、はい、今の十分のお地蔵さんのお堂がいくつかあって、いろんなお堂が小さいのがあった、はい、でそれにおいでになった仏さんとか空也上人のお像はじめね、仏さんのお像とかが本当だったら壊されたんです。いや、そうですよ。あの明治維新の廃仏毀釈で、うん、いろんなお寺さんの仏像は燃やされたり壊されたり、うん、どっかに売られちゃったりを繰り返して、うん、ところが、なんとか寺を守ったわけ。すごいですね。うん、で、あの文書とかもね、はい、もうこの本堂の裏に蔵があってね、はい、そこへもう押し込めるようにしたり。はあ、うん。あの重要文化財の仏様たちが。そう、いやー、想像もつかないですね。まあそれで大正、はい、昭和、まあおかげさんで京都はほら風習がなかったから、はい、そうですね、今に至るです。うわ、1070年の話をいっぺんにしてしまいました。もう今頭の中キュ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 って急に近代になりました、うん、そしてもうすぐ令和館がオープンっていう。そうですね、はい、今あの東京国立博物館で小原三次展をされてて、はい、九谷上人と六原三次展をさせていただいてまして、で今、5月に寺へお帰りになったら令和館という新しい新収蔵庫ができてますので、はい、ぜひともそちらを来てください。来てください。いや、そちらもすごく楽しみで、5月22日日曜日から、はい、令和館はオープンします、はい、中どんな感じなんですか？こんな感じです。じゃあ分かります。いや、ね、今までね、はい、1階平屋だったんで、はい、まあ、どうしてもこう仏さんひしめくようにおいでになったんですが、はい、今度は2階建てになったんで、はい、ちょっと広くなった。それから空也上人を真後ろまではちょっと難しいんですが、あの前からも横からも見られるようなスペース。おお、うん、なんと、うん、じゃああのかがんでいる姿勢のあのくの字の部分が分かるようになるそうです。すごい嬉しい。
本当はね、こう、はい、今東博行かれた方は見ていただいてると思うんですが、その、はい、360度こうにしたかったんですけど、はい、ちょっと保存上うまくいかなくて、はい、ちょっと横だけ。なるほど、うん、じゃあなかなか難しいことではあるんで、まあ、もちろん今じゃあ東博がとても素晴らしいチャンスというとこもありつつ、うん、そうそう、こちらの方でも横はいける、真後ろからは東博行ってください、うん、もう本堂の屋根に大金が大穴開いて、はい、もう傘差しながらお勤めせんなぐらいひどかった、で当時のね、はい、新聞がたまたまこの間整理してた出てて、で重文化財の保護になんとか尽力頑張りたいという親父のメッセージがあったんですが、そこに思いっきり泣き言が書いてあったというのはあっちこっち奔走して、はい、本堂を直すだけでもすごい費用がかかるからお願いしてもらうけど、まあ、はっきり言って誰も相手してくれない、というのはあんまりまだね世の中を戦後10年をついてないし、まあ、大変な目にあった。で今の本堂は昭和の40年から44年までの48ヶ月かかって修理ができた。へえ、かかりましたね、うん、普通ね、だいたい建て替えって言って、まあ、長くても1年とか。なので、ね、1年2年ですね、まあ、それが今六原三次が、まあ、先代、はい、私の先代が自分の父親のこと言うのおかしいけど、はい、あのすごく頑張って、いやー、そうだと思います、ね、立派な本堂が残ってらっしゃいますもんね。でその本堂自体も修繕はその昭和にされてますけども、もともとの建物は江戸時代、あのね、いやいや、あの最終の修理が室町時代、あ、うん、そうですか。で最初の古い部材というのかな、はい、材料を見てたらそれこそ平安期にあの創建された門も残ってるみたいな。そうなんですね、うん、じゃあ敷地はどん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 こう変わっていったり小さくなったりしているけれども、うんうん、本堂の建物は、本堂は本堂の場所は変わってない。へえ、うん、じゃあ空也上人もそこにいらっしゃった。そうそう、昔は本堂の内陣にちょこんと、うん、へえ、すごい。弁財天様が最近すごい人気だって。うん、これね、これもね、都七福神というのが京都で一番古い七福神さんで、はい、もう早々600年だから室町時代かな、はい、にできて、知ってます、七福神信仰って、はい、珍しい、あのいわゆる民間信仰、民間信仰というのは民間が作ったお参り、うん、そうか、じゃあお寺さんが言わなくても勝手にこう沸き起こってきたっていう、うん、それが七福神さんの信仰で、はい、弁天さんっていうのはインドから来られたサラサバティっていう女神の、もともと水を表す神さんで、水を司ってらっしゃる、で水がこう汚れを流すように災難を取っていただいて、で水がこう潤いとかね、緑を与えてくれるように、まあ福徳が頂戴というのが弁天さんのご信仰で、もう一つ義芸上満、はい、これってどこから出てくるの、あのね、はい、水ってね、雨降ったらザー、ザー、滝が流れたらドドドド、川が流れたらザー、ザラザラ、波が来たらザー、バシャーって音が合わない、擬音がそのままに、で水は音を出すでしょ、出します、それが義芸の音出るでしょ、歌にしても、はい、楽器にしても、はい、だからそれから音の神、そうなんですね、うん、じゃあ両方水由来の、そうそう、まあ、私どもの弁天さんは銭洗いといってお金を洗って帰ったら金運がつくとか、はい、これも結構民間信仰でねみんな好き勝手してますよ自由にやってたら人気になっちゃったっていう、そうそう、うん、弁天さんの前でね、一枚札を振って、ね、金を呼ぶとかねうち言うと覚えないよみんな好きにお参りされて、でも好きにしたらそれを寛大なお心で、いやいや、あんまり失礼なことはあかんけど、はい、でも自分がしたいように拝んだらいい、あ、うん、難しいこと言わないからっていうのは、まず一番最初にその神さん、仏さんのことを思いますよね、はい、で次に手合わせでしょ、はい、頭下げる、これで立派なお参りなんです、うん、だから別に難しいこと考えなくていい、うん、ありがたい、私どもの
寺の敷地の北側の通りがいわゆる鳥辺の鳥、はい、東山三麓の墓場に通じておった。墓場に通じておった、うん、それってその墓場って今でいう墓場みたいな、その墓石が立ってるとかではないんですよね。いわゆるね、当時はね、その自然層っていうのかな、はい、あのちょうど鴨川を三途の川と見立てて、はい、亡くなった方のご遺体を運んで、はい、で六道の辻という、そう、うんうんうん、六道の辻というのは、まあ、どっちかというとその冥界と人間界を表すような場所ですが、はい、そこを通って、はい、六波羅蜜寺を節を拝んで、はい、六道珍皇寺さんを拝んで、はい、それで鳥辺の絵遺体を運ばれた。はでもね、今みたいにね、はい、今もう全員ほとんど仮装でしょ、法律上そうなってるみたいやけど、はい、であの当時はあの自然葬やから、うんうんうん、ご遺体を置いて、はい、まあ、ちょっと簡単な囲いして、うんうんうん、で帰る。はでそうなるとちょっと考えると怖くない？そうですね。だからまあ自然にご遺骨にならない。なるほど、なんでしょう、いろんな動物も集まってきそうですし、うん、なんか幽霊出そうだなって思うんですよ。そうやね、お地蔵さんは、はい、やっぱり死に対して、はい、エンマさんのとこまで行って助けてもらえるのはお地蔵さんだけなんですよ。うん、だから死に対して非常にこう恐怖が多いかったよね、うん、その当時ね、うん、だからあれ鎌倉か平安鎌倉かな、はい、戦乱も多かったし ね、 そうですね、社会不安もあったしね、うん、で、あのお嬢さんの信仰があった、うん、じゃあでうちは、はい、うん、これ今観音さん信仰はねずっと観音信仰でも千何百年間衰えることなくですよ。いやすごいですよ、だってご本尊観音様、空也上人が彫られたと言われる、うんうんうん、観音様が西国33観音の一つが千年以上の歴史であるし、お地蔵信仰もある、うん、へえ。でね、だから弁天さんの修復なんでしょ、弁天さんも、はい、七福神もやった。だからうちはそれぞれにご信仰があって、はい、今はその敷地が小学校1個分ぐらいの敷地になっておりますけれども、うん、中身がものすごい濃厚に、うん、歴史の積み重ねとか信仰のいろんな積み重ねがあって、うん、ギュギュギュってなって、うん、濃厚ですね。ちょっと六波羅蜜寺のことの話の流れなんですが、うん、空也上人の話に行きたいですが、うん、その前の動きは何でしたっけ、いや その前は、まず前真ん中まっすぐ立って、はい、